皆さんこんにちは。5問クイズです。今回は全部わかると人に自慢できるくらいに難しい間違い探しです。韓国のソウルの画像から出題です。2箇所ずつ間違いがありますので、全問正解を目指してください。制限時間は25秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。ソウルの中心部、ミョンドンの夜の様子です。答え合わせです。まず一つ目は、看板の照明が消えていました。そして二つ目は、売っている洋服の色が違いました。2問目です。ミョンドンの LINE ショップです。答え合わせです。まず一つ目は、鳥の手が違いました。そして二つ目は、天井の明かりが違いました。三問目は、韓国のセブンイレブンです。セブンカフェがありました。答え合わせです。まず一つ目は、ポップの上が違いました。二つ目は、アイスの文字が消えていました。4問目は、ソウルの南大門市場です。答え合わせです。まず一つ目は、旗の色が違いました。二つ目は、看板の文字が違いました。最終問題です。最後は眠らない街、東大門です。答え合わせです。一つ目は、エアコンの室外機が消えていました。そして二つ目は、カバンの柄が違いました。以上で問題は終了です。いかがでしたか？韓国の画像を見ると、また韓国に行きたくなりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。